こんにちは、ケンです。今日は東京都中央区日本橋の歴史を深掘りしてみましょう。江戸期から明治期にかけて活躍した商人の伝記などを読むと、例えば大倉喜八郎、安田善次郎といった人たちですね、必ず日本橋が出てきます。日本橋は江戸期から両替商が集まり、米会所という米の先物取引を行う場所があったり、金貨製造の造幣局があったりなど、金融の中心として発展しました。明治になって渋沢栄一が日本初の国立銀行を作り、民間銀行としては三井銀行が開業、さらには東京証券取引所もでき、金融街としての性格は継承されていきます。同時に江戸の三大呉服商、越後屋、白木屋、大丸が軒を並べてそれぞれ百貨店になります。昭和に入り、京都からも高島屋が参入し、東京の一大商業地として発展しました。今回は日本橋そのもの、そして橋の真下にあった魚河岸について解説します。まずは日本橋の起こりから見ていきましょう。日本橋は東京都中央区の日本橋川に架かる日本橋にちなんだ町名です。こちらが現在の日本橋です。高架に日本橋と書かれているのがわかります。この場所は小説家東野圭吾の作品で映画化された麒麟の翼にも登場しました。原作も映画も両方見てますけど、本当に切なくなる物語です。とりわけ阿部寛が良かったですね。実は私、東野圭吾の大ファンなんです。個人的に好きなのは殺人の門という暗い物語です。ガリレオシリーズも加賀恭一郎シリーズもほぼ全て読んでいると思います。さて、そんな日本橋ですが、江戸の初期には現在の日本橋川沿いは魚河岸として賑わいました。魚市場は現在江東区豊洲にありますが、もちろん築地の方が馴染みがあるという方も多いかと思います。ところで、日本橋の魚河岸ってどこにあったのと思う方は私を含めて多いと思います。昭和10年に築地に移転していますから、覚えてるよという方はおそらく極めて少ないかなと思います。魚河岸は日本橋と江戸橋の間、日本橋川の北岸に沿って存在しました。17世紀の初めに開設され、昭和10年に築地市場への移転が完了するまで300年以上にわたって江戸と東京の人々の食生活を支え続けました。つまり歴史的にはわずか80年しか存在しなかった築地よりもはるかに長いということになります。最初に魚市場を開いたのは、江戸幕府を開いた徳川家康に従って大阪から江戸に移住した森孫右衛門一族とその配下の漁民たちでした。森孫右衛門は摂津の国佃、現在の大阪市西淀川区佃から江戸に下り、徳川家の食膳に供する白魚御用を務めていたと言われています。家康は三河でも取れる白魚が大好きで、江戸で白魚が取れることを知って大喜びしたそうです。孫右衛門は当時中洲として存在していた佃島を家康から与えられ、居住地として造成、一族は移住しました。現在の中央区佃島の佃というのは、この摂津の国佃から来ているわけです。この孫右衛門が日本橋魚河岸の元となる店を最初に開いた人物とも伝えられています。そう、永代橋の麓にある日本橋川の河口、そして佃島とは目と鼻の先です。大川、すなわち隅田川で揚げた白魚をそのまま日本橋川に入って魚河岸に持ち込むことができたわけです。森孫右衛門の200年忌供養塔が築地本願寺に建てられています。ところで、ここで疑問に思う方もいるかと思います。どうして摂津の一漁民の森孫右衛門が天下を取った家康と知り合うことができたのか。1582年本能寺の変が起きた時、家康はわずかな手勢とともに堺にいました。明智光秀は堺にいた家康も殺そうとします。家康は秀光の手勢に追われて本拠地の岡崎城へ戻ろうとしますが、摂津神崎川まで来たところで川を渡る船がなく立ち往生します。そこに現れたのが佃村の森孫右衛門と彼が率いる漁民たちだったのです。彼らは家康に漁船を提供しました。その結果、家康らは生きて岡崎に戻ることができたというわけです。これが家康と孫右衛門の最初の接触で、家康は孫右衛門の功績を大いに称えたわけです。1614年大阪冬の陣、そして翌年夏の陣の際には、家康軍の武器や兵糧を自前の船で運び、家康を後方支援していたといいます。もはや漁民を超えた活躍をする孫右衛門。江戸に呼ばれた孫右衛門は江戸湾の白魚漁を一手に任されるという漁師にとっては最高の名誉を賜ります。というのも、この白魚は当時
将軍への献上品で庶民の口には一切入らない代物だったといいます。将軍家御用達の白魚を独占的に扱うことができた森一族は江戸そして東京湾における漁業権を完全に掌握したことで莫大な利益を上げていきます。彼らは幕府や大名に鯛などの御用の魚を優先的に納める代わりに残余の魚介類の市中商いの許可を得たと言われています。近海で獲れた鮮魚も集まり江戸では一番賑やかな場所になりました。この魚市は魚河岸と呼ばれるようになります。17世紀初頭江戸の人口は15万人に達して魚介類の大きな需要が生まれてきました。さらに18世紀に入ると江戸は人口100万人を超える巨大都市となり魚河岸も大きく発展します。魚河岸の有力問屋は豊富な資金力を用いて歌舞伎、書画、浮世絵、俳諧など江戸文化のスポンサーとなります。さらに身内一族から多くの学者や文化人を輩出します。あの松尾芭蕉のスポンサーで門人でもあった杉山三風は幕府御用の魚問屋小井屋一兵衛でした。江戸の中心としての日本橋、その繁栄の原動力ともなった魚河岸ですが、明治になってその移転問題が浮上してきます。魚河岸の移転については明治中頃から議論に上がっては先送りされてきました。どんどん都市化が進む東京のど真ん中に魚市場があり、衛生上の問題などもあったと思われます。渋沢栄一などは移転推進の急先鋒、銀行や証券会社という近代化の象徴のすぐ隣にある旧体制の日本橋魚河岸は目の上のたんこぶだったわけです。続く大正期に入るとコレラが流行ったり米騒動が起きたりなどして食料の安定供給は急務と考えられました。しかし移転はなかなか進みません。様々な利権が絡んでいたわけです。大正11年8月20日の朝日新聞では中央市場なんてまあできまい、魚河岸一つにさえ30年もぐずる東京じゃないかと揶揄しています。しかしこの新聞記事の翌年、大正12年の関東大震災で日本橋魚河岸は壊滅的な打撃を受けました。これを契機に築地への移転が具体的に進みます。ただしその一方で利権に絡み日本橋を去ることに反対する人が多く、移転完了には決定から十数年を要しました。その利権というのが江戸期から300年続いた板船券です。板船とは日本橋魚河岸で魚類を販売するのに並べた平板の船です。この板船を並べる権利は営業権の象徴として売買譲渡、さらには賃貸までされるようになり、相当高価なものになっていたのです。魚河岸が築地に移転するに際して旧魚河岸の営業者らはこの権利を失うことになります。東京市がこれを賠償すべきか否かが問題となり、揉めに揉めたわけです。この板船券損失の保証問題では昭和3年、魚河岸関係者の理事と東京市議会議員との間で汚職事件が発覚して逮捕拘留された議員が25名と大疑獄事件に発展します。結局揉めに揉めた後、昭和10年1935年に東京市中央卸売市場が築地に開場されました。さて日本橋で300年続いた魚河岸を築地に移転するのに、移転決定から10年、移転議論が浮上してからは優に30年以上かかったわけです。こうやって考えますと商業の中心地銀座のすぐ近くにあった築地はかつての日本橋と魚河岸の関係に似ています。豊洲新市場基本計画が策定されたのは2004年です。そこからかつては東京ガスの施設が立地していた関係で土壌汚染の問題が浮上、一旦白紙に戻すなど紆余曲折がありましたが、2018年に築地は豊洲に移転、開場となりました。計画策定からは実に14年。やはり市場の移転、市場の移転というのは利権が絡むと厄介ですね。日本橋魚河岸移転では300年続いた利権が絡んでいたわけですから、なおさらです。さてここまで日本橋魚河岸の話をしてきました。ここからは橋としての日本橋に話を移していきたいと思います。日本橋の歴史は江戸時代まで遡ります。最初の日本橋は1603年、徳川家康が江戸幕府を開いた年に完成しました。この浮世絵は江戸時代末期、1855年当時の日本橋を歌川広重が描いたものです。江戸時代の日本橋は丸く反った太鼓橋が特徴です。右奥には江戸城、さらに奥には富士山が描かれています。日本橋は木製だったため度重なる火事で焼けて、江戸時代だけでも17回も架け替えたと言われています。江戸時代に整備された街道東海道の起点になり、その後五街道それぞれの起点にもなりました。
五街道とは、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道のことです。その道標が日本橋の上にある日本国道路原標です。名前の通り道路の起点を示したものです。50センチ四方のものが日本橋のセンターラインに埋め込まれています。ただ車の往来がありますので、近づいてみるには危険が伴います。この文字を書いたのは当時の総理大臣佐藤栄作です。五街道は大名の参勤交代、商人や旅人、物や文化が行き交う重要な街道でした。現在でも国道1号、4号、6号など7本の国道の起点になっています。明治5年の日本橋です。この時はまだ太鼓橋で丸みを帯びていますが、翌年の明治6年に平らな路面の西洋式の木製の橋に架け替えられます。西洋式の平らな橋に架け替えたのは、東京で増加し始めた馬車、人力車に対応したものでした。手前は橋の南詰めで、右の建物は当時の電信局です。明治15年には東京馬車鉄道が橋の上を通るようになりました。東京馬車鉄道は日本初の馬が線路の上を車両を引いて走る鉄道のことです。その後、馬の糞尿問題で路面電車に変わることになりました。明治44年に現在の橋が架橋されました。ルネサンス様式の石造二連アーチ橋です。橋の中央には日本の道路の起点となる日本橋から飛び立つというイメージ、そして東京の繁栄を表現した麒麟の像、橋の両端には東京の守護を表現した獅子像が見られます。これらの像の制作は東京美術学校、現在の東京芸大美術学部に委託されました。和洋折衷デザインの石造りの橋です。この橋が何代目かについては諸説あり、19代目か20代目のものと言われています。大正期の日本橋地区は大正23年の関東大震災で大きな被害を受けます。しかし日本橋自体は石造りだったこともあり、大きな被害は受けませんでした。写真は震災復興期の日本橋です。京橋方面より神田方面を見ています。中央には当時の三越百貨店の姿が見えます。現在の日本橋の姿です。こちらの親柱にある記号は最後の将軍徳川慶喜によるものです。日本橋を歩いて渡ると、ところどころが黒ずんでいたり、焼け焦げたような跡が残っているのがわかります。実はこれ、太平洋戦争末期の東京大空襲の焼夷弾の跡なんです。歴史を刻んでいるのがよくわかります。現在日本橋の上には首都高都心環状線が通っています。都心環状線は昭和38年の東京オリンピック直前に開通しました。すでに50年以上が経過しています。1日に約10万台の自動車が通り、損傷も進行しました。重要文化財の橋の真上を首都高が通っているという景観上の問題もあり、神田橋ジャンクションから江戸橋ジャンクションの間約 1.8 キロを地下化する工事が現在進められています。一度は高架部を再建する案が通ったのですが、小池百合子東京都知事の鶴の一声で地下化となったと言われています。この準備で2021年5月に呉服橋と江戸橋の2カ所の出入り口が閉鎖され撤去されました。首都高が完全に地下化されると、写真のようなクリーンな都市景観になるようです。地下の道路が開通するのは2035年度、現在の高架部の撤去が終了するのは2040年度の予定とのことなので、約20年後になります。かなり気の遠い話です。旧ソ連の映画監督アンドレイ・タルコフスキーが1972年に公開した惑星のソラリスの中で、東京の首都高を未来都市として取り上げ、車で首都高を走る感動的なシーンがあります。私は個人的には地下化ってどうなのかなとは思っています。実際環状2号線の山手トンネルを通っても当然真っ暗で、夜景も見えず何の感動もありませんし。はい、ということで日本橋シリーズ第1弾は江戸期から300年続いた魚河岸の誕生と築地移転問題を、そして橋としての日本橋を取り上げました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録をお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。